ジャン・メッツ・ァンジェ・ジャン・ドム・ニク・アントニー・メッツ・ァンジェは、フランスのキュビスムの画家。フランス・ナントに生まれる。曽祖,祖父の代からの軍人の家に生まれる。ナントで、伝統的な絵画を学ぶが、新しい手法に関心を移し、1903年に、アンデ・パンダン・展に3作品を出品。新印象派、フォービスム等を経由して、キュビスムに至る。ロベール・ドローネ作。 チューリップを持つ男1906年ジャン・メッツァンジェ1912年のサロン・ド・トンヌ。左前から、ジョセフ・シサキ、グループ・デ・ファムズ、アメ・デオ・モディリアーニ、スカルプチャーズ、左後から、フランティセック、クプカ、アモーファ、フーガイン・ツー・カラーズ、フランシス・ピカビア、ラ・ソース、ジャン・メッツァンジェ、ダンサー・イン、エイ・カフェ、アン・リル・フォーコニエ、 マウンテニアーズアタクト・バイベアーズ・ピュートをグループに属し、1912年にはセクションドールを結成した。同年にはアルベール・グレイズと共同でキュビスムの理論書であるキュビスムについてを表す。その後、ノイ・エザ・ホハリヒヒカイト的な作品など、具象に回帰した時期もあった。不幸にも彼のキュビスム時代のいくつかの作品はナチス・ドイツにより、 大敗芸術とみなされて没収され、行方知れずとなってしまった。1956年にパリで死去。ピカソとブラックのキュビスム作品とは異なり、色彩及びデザイン性に富んだ作品を制作した。上記のようなキュビスム以外の分野の作品を描いていることからも、予想されるように、キュビスムにしては、具象性が比較的明確な作品が多く存在する。このことは、 キュビズムの普及に貢献することになった一方で、グレーズと共にキュビズムを装飾的な絵画に堕落させた、世俗化させたというような批判を受けることもあり、賛否書を半ばする。このこともあって、日本ではあまり紹介されることがない。ありがとうございます。